やっほー、内見行ってくる。メイクさせてくれ。伸びてきたね、ここね。今日はメンバーシップ限定のさ、動画見てくれた人はさ、お分かりですけど、ちょっともう私すごいことが起こっちゃって、今日の内見は打って変わって、今マーケットに出てないお家になっちゃうから、どんぐらいの値段なんだろう。まあ4ミリオンぐらいだと思うけど、6億円ぐらい、日本円で、今の日本円で言ったら6億円ぐらいの家を内見するんだけど、サンフランシスコの家はね、アメリカってさ、古い家でもさ価値が上がっていくわけよ、日本と違って。だからザラに100歳の家とかさ、うんだけど、てかなんでそんな6億円の家とか内見してんのって、って方はメンバーシップ限定の動画を見てください。ちょっと面白いことが起こってるよ。そして私が見て私が決めていいっていう。私が住む家を私が決めて、私は買わない。私が買わないけど、私が住んでよくて、私が選んでいい。っていう、わけわかんない世界線ですね。まあ、過去世も含めてのご褒美タイムってことで、今まで受け取んなかったご褒美を受け取ろうっていうことだね、きっとね。頑張ってきたからな、ほんとよく頑張ってきたよ。今度さ、みんなさ、インスタでさ、DM 送ってくれるからさ、私も常に返すっていうのはもう、レアよ。レアよっていうか、そんなに頻繁に返さないよ、私。結構忙しいんです。だから既読無視みたいなことになる可能性が高いけど、気にしないでね。なんかさ、こう相談乗ったりとかさしてたからさ、なおさらすごい来るのね、 DM が。でも全部さ、自分で解決できることだからね。自分が乗り越えられることしか起こってないからさ、今起こってることから何を学ん、どう感じてて、何がいらないか、
気づいて、あ、これはいらねかったんだな、なるほど、こだわり持ってたんだな、なるほどって言ってさ、ね、もうこの考えはいらないって捨てていけばいいんだよ。変に考えすぎない、難しく考えてるからあーってなってさ、助けてってなるけど、結局解決策は自分の中にしかないんだよね。私が解決することじゃないから、わかるかい、私じゃないのよ、あなたたちだよ、自分で解決するんだよ結局。ね。なんかさ、苦しい時とかさ、モヤモヤになってる時さ、まずさ、なんでそうなってんのかを、突き止めた方がよくて、その事実じゃなくてね、その起こった出来事じゃなくて、すごい伝えるの難しいけど、自分で縛ってる思考とかさ、ルールとかが結局その出来事を起こしてんのね。その辛い出来事を起こしてるわけよ。だからまず自分のそのなんか自分の家訓みたいなやつに苦しめられてるわけ。その誰々が何かしたとか、なんか会社がどうのとかじゃなくて、自分のその考えが苦しくさせてるわけよ。大体そうなわけ。だからなんでそれを苦しいって思うのかをどん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 深掘りしていくと、あ、私はこういう考えがあってこれにすごく執着してたからイラついてるわけじゃんって思ったら、もうそのこだわりいらなくねみたいなっていうと、すごく 楽になる。こうしなければならないと思ってたりとか、こうしないと迷惑がかかるとか、こうしないと誰々を悲しくさせるとか、そういうそのなんとかしなければならないっていうその考えが自分を辛くさせてるわけですね。他人はコントロールできないからさ、コントロールできるのは自分のことだけ。もうずっと言ってるけど、コントロールできないこと考えたって一緒だよ、マジ。その時間マジもったいないから。コントロールできない子供のこととコントロールできない旦那のことを、ああもう変わってくれたらいいのにとかさ、こうしてくれたらいいのにとかいうのはマジでそうならないからね。どんどんそれで苦しんでいく自分が。まあだから言い方によっては人に期待しないのが一番だね。自分が変わる方が幸せだよ。ただ変われる勇気がないと変われないから、そこは訓練だね。なんか本当にスモールステップで、スモールステップから始めたらいいよ。ほんの少し。ね。もう自分で潜れないって思ったらカウンセリングに行きな。もうカウンセリング、まあ相性もあると思うけど、そのカウンセラーの人はさ、こう代わりにさ、こう潜らせてくれるわけじゃん。その根本的なところにたどり
つかしてくれるから、その作業を自分でできないと思ってるんだったらカウンセラーの人とかにお願いした方がいいし、もう私はみんなの分をやれないからね。私はカウンセラーじゃないからね、みんなのことをカウンセリングはできないよ、一人一人。自分でできるといいよね。できるようになるけどね、私の動画見てる人たちは絶対なるよ。もう半分はできてるから、あとは癖つけたらもう勝ち。アップ。そうです。自分と向き合う時間を作る。自分のことが分かってないから苦しんだでね。ゆっくりお茶飲むとか、もう今日は何もしないとか、自分のために自分で大事にする時間を与えるっていう感じ。でもそれを やっていけば気づくと思うよ。自分のなんかさ、すごいジャッジしてるとかさ、決めつけてるとかさ、すごい頑固だったりとか、執着しすぎとか、依存してるとかさ、全部わかるよ。でもそれはリラックスできる、ちゃんと自分に時間を与えないとできないから、毎日毎日バタ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 子さんやってると、それが見える自分には出会えない。深呼吸する間もないような仕事してるんだったらやめた方がいいし、だって自分を大事にするのは自分だからね。何粗末にしてんのって、人から粗末にされたムカつくくせにさ、自分は自分のこと粗末にしてんじゃんって。マジで早く気づいた方がいいよって。私もね、無理して働いてた時代もあるし、無理して育児してた時もあるからさ、ほんとどんだけ体と心のサインを無視して頑張ってきたかっていう。バカだよね、ほんと。そうしたら体調崩したりとかさ、メンタルをなんか鬱になったりとかさ、するわけじゃん。そのサインをほんとずっと無視してきてさ、何やってんだかって。ほんと大事に、もうご自愛くだせえだよ、本当に。みんな自分を大事にしたら変わってけんだからね。大事にしていこう。ということで内見行ってきます。じゃあねー。